翔平 TV ゲリラプレゼント動画解析決定。応募資格賞はこちらになります。そのプレゼント動画こちらです。スミレグローブエアメンマンモデル翔平 TV T シャツアシックスバッティンググローブ、最軽量のスミレグローブ、なんと 500g 以下。そして翔平 TV T シャツもプレゼント。皆さんコメントお待ちしてます。はい、どうもヒロドです。よろしくお願いいたします。今回はこの間スケイドリームさんとの練習試合をやらせていただいたんですけど、元プロ野球選手の設楽直樹さんが来たので、このプレーシーンを見ていただきたいなと思います。それではどうぞ。で、高校通算40分のパワー炸裂になるのかと動きたいです。うわーすごい、あれだけでどうなるのか。レフト惜しいですね、ホームランまで。はい、レフトフライに倒れます。でもこの泳いでこの辺りはエグいです。で、次チャンスで2打席目です。いやー、コストがめっちゃ短く見えます。このガタイもエグい、さすがですね。いやー、打席立つ雰囲気も本当にすごいんですよ。ほら、もうエグいです。この見方もやっぱりいいんですよね。でもこのカールを当てました。見逃していきますね。さすが白根さん感じしますよね、この雰囲気、威圧感。で、このインコース三振となってしまうんですけどね、本当ピッチャーナイスボールでした。で、ここで白根さんがマウンドに立ちます。で、なんだ、スピードリームさんの監督からは聞いてないよとの声があったんですよ。早いんでね。スピードリームさんの打撃陣も注目です。この伸びえぐいな、ストレート。で、バッター、岡ちゃんさんです。はい、この間 MVP をもらった岡ちゃんさん。はい、このね、高めのストレート、めちゃくちゃ威力あるし、伸びがすごいです。このね、変化球、スライダーかな、めちゃくちゃキレがすごいです。これをね、見逃していく岡ちゃんさんもすごいです。お母ちゃんさんもね、こうやって負けじとストレートをまんぶりしていく。いや、伸びがいいですね、でも。いやー、ステイドリームさん、大事位置に注目ですよ、本当に。打てることができるのか、果たして、はい。いや、すごいな。合わせていく。はい。打った。どうだ、はい。田島さん、チャージしててもね、追いつかずに、宇宙間抜け、長打コース。で、岡ちゃんさんは、ホーム行くか、ホームを狙いますが、スリーベースとなりますね。で、ここで品根さん、ピンチになります。いや、すごいな。ナイスバッティングです、岡ちゃんさん。いやどうなんですかね。で、ここでバッターは1番。いつもの1番です、バッター。キャッチャーしっかり取れよ。キャッチャーしっかり取れよ。キャッチャー。どっちからボールになるんですよ。おっと、ライト打った。医者さん、刺すことできるか。ランナー5。だ、いや、これをタッチアップで生還ですね。でもこれ、このストレートを打つっていうのは、ね、本当すごいと思います。前に飛ばせるのがすごいです。いや、外れていくんですけどもね、パワーがあります。はい、これサード、元さんがエラーしましたね。いや、しょうがないです。今、ピッチャーなんで。はい、次のバッター。はい、いや、
スライダーの変化えぐいですね。サボ。おい。あるです。いや、すごいな変化量ねえ、すごいです。いや、打ち取ることができない。ここちょっと高め浮いたんですけど、まあ、これは盗塁許されますね。まあしょうがないです。ここは得点圏になりました。いや、ピンチ脱出できるのか。はいはい、ドンドン、空振り三振、えぐい。いや、でも本当に気がね、一瞬できて最高でした。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。